日仏関係、日仏関係、日仏関係、仏、リレーションズ・フランコ・ジャパネゼスでは、日本とフランスの関係について概説する。日仏関係の歴史は17世紀初頭にまで遡ることができ、スペインからカイロ・ローマに向かっていた、日本の慶長圏王施設が1615年に南フランスに上陸したことに始まる。およそ2世紀にわたる、 鎖国政策が解かれ、両国は19世紀後半以降、軍事、経済、法律、芸術分野において、重要な関係を築いていった。江戸幕府は、ジュール・ブルネラ軍事顧問団を通じて、軍備の近代化を進め、明治政府も陸軍平成にフランス式を導入した。またその後も日本は、様々な分野、特にルイエミール・ベルタンは大日本帝国海軍の創設期において、 造船産業の発展に寄与し、また、法令の整備などについても、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナードなどフランスの支援を受けいた。その後の日仏関係は、他国との関係に左右され、第二次世界大戦では、両国軍の交戦、戦後は、フランス政府による日本占領への間接的関与も起こったが、外交関係の回復後は、概ね良好な関係を維持している。ただし、時として、 経済、文化面での不満が特にフランス側から提起される事象もある。フランスは近代芸術において日本の美術、すなわちジャポニスムに頑化されている点があり、また印象派などに影響を与えた。また、フランスで繁栄した絹織物産業は日本の支援を受けていた。一方、日本でもフランス文化は幅広く需要され、フランス語は 大学での第二外国語などで幅広く学ばれている。近年のフランスは日本との通商面や文化面での交流を強めている。一部ではこの関係が強まったことは元フランス大統領ジャック・シラクが新日課であったためとの見方を持っている。シラクは国家元首としては最多とされる40回以上の訪日経験を持ち日本について精通している。 フランスでは輸出奨励運動ルジャポン、チーエ s とポシブル、ルジャポンセポシブル。日本語で、日本、それは可能であるが行われ、また人材交流として、外国語青年招致事業も盛んである。またパリ日本文化会館も開設されている。ただし、シラクの日本への系統には反対派からの批判が強く、上記の秘密講座疑惑に加え隠し語の存在も、 噂として流される事態となった。この反動もあり、保守派の国民運動連合から2007年、フランス大統領選挙に勝利しながら、シラクへの批判を続けていたニコラサルコジは2004年に、相撲は知的なスポーツではないと語ったとし、日本の平林博史中仏大使に釈明する事態を招き、同大統領選挙の決戦投票で敗れたセゴレーヌ・ロワイヤルは、 日本のアニメに対し暴力的で性表現が多いという批判を続けるなど、クレッソンのあり発言に続いて、フランス社会党の有力政治家による日本への厳しい姿勢が報じられた。一方、国民戦線のナンバーに全国委員を長く務めたブルーのコルニッシュは、日本流を経験して日本人と結婚するなど、特にフランス政界での対日感は非常に多様で、時として、 上記のような絶過も起こる不安定さをはらんでいる。また、日本の政財界で、フランスへの留学、不妊経験を持つ人物は、特に第二次世界大戦後は、アメリカやイギリスと比較すると少ない。なお、パリ在住の文化視野である、竹下節子もその著書の中で、フランスは日本が、歴史上、主要国の中で直接戦火を交えていない国である、ことを指摘している。ただし、 実際には、第二次世界大戦末期の民豪作戦で、日本軍がフランス領インドシナ軍と交戦し、これを制圧しているほか、フランス艦隊は、下関戦争にも参加している。国際協力の分野では、フランスと日本は共同で、ジブチ、マダガスカル、ウガンダなどの国での HIV や、発育不全といった危機的な健康問題にも取り組んでいる。しかし、 フランスが欧州連合に同化するにつれ、日本を含む欧州外の国々との関係がおろそかになりつつある。日本とフランスでは相互に芸術と料理の分野で影響し合っている。日本ではテレビ番組、料理の鉄人などに見られるように、フランス料理が日本の料理界に大きな位置を占めている。フランスではアニメが人気を集めているが、 外国文化の流入に対し強い警戒心を持つ、フランスは、スクリーンクオータの一種である、ブロードバンドクオータを実施し、テレビ局での日本製アニメの放送時間はドイツなどと、比較すると少ない。また、日本の娯楽においても中世、ルネサンス期、ナポレオン時代、世界大戦期といった、フランスの歴史的な人物や設定がモデルとなっている、こともある。日本画や、 浮世絵の純粋さとフランスの資格芸術の近代性と気品は絵画という創作分野において融合されている。これは日本人にフランスへの関心や親近感を高め、その貢献を認められた池田利用子にフランス政府からレジオンドヌール勲章シュバリエ賞が授与されたこともあった。科学技術の分野でも両国は原子力エネルギー生成の分野において 緊密な協力関係を構築している。2005年6月、フランスと日本は、コンコルドの後継となる次世代型、超音速商業飛行機の開発で共することを発表した。これらの協力関係の一方、世界各国への高速鉄道や原子力発電所の受注では、激しい競争関係にあり、ITER ではフランスが、誘致合戦に勝利した。大相撲の 本場所では在日フランス大使館より日普通交配が送られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。